風呂でも入るか。いや、ちょっと誰もいないと思って。いつまで見てんだよ。はい、見ていただいてありがとうございました。漫画モノマネ、ゆけてギリギリ見えないやつということだったんですけれども、まあこれはなんかね、ありますよね。もう絶対いるって分かってんのにね、主人公の男がなんか気づかないで、女の子、ヒロインの子入ってんのにお風呂開けちゃって、ビンタされる、もしくはオケで殴られる、今回はね、こうやってわーって叫ばれただけだったんですけども、まあ、叫んだ次のコマで多分主人公にいっぱい単行部できてるし、多分そんな感じのねパターンだと思うんですけど、でなんかね今回のあの動画で僕はいつまで見てんのみたいなのありましたけど、なんかあそこの言い方がやたら狂言師さんっぽいですねみたいなことを何人かの方に言われたんですけど、あとお風呂上がりなのにほんのりチーク塗ってるんですけど、まあそれはまあ話としては矛盾してますよ。お風呂入ってチークはついてる、ただあれを塗ってないと女子に見えない僕は、チークなしの僕のロン毛はもうただのもうダイヤモンドユカイさんみたいな、感じになっていたので、やっぱそこはねやっぱちょっとリアリティよりも、ちょっとでもちょっと女性っぽくしようということで、チークは塗らせていただきました。ちなみにですね、今回の、撮影風景は、こんな感じになってます。はい、これをですね朝方3時とか4時に、家で一人でお風呂場で撮影しておりました。これからもですね、いろんなモノマネ動画上げていくんで、よかったらまた皆さん見てください。チャンネル登録お願いします。いつまで見てんのよー。